はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼稚園育成園 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験、体調を意識した服装です。それでは西荻フレンドリースクール、願書面接担当、そして講師の今野慎介先生、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは。今ね、今日の動画何にしようかなって打ち合わせしてる時に、ちょっと天気の話があってね、ふと見たら、今日、2024年の10月18日金曜日なんですけど、明日、今日が22度ぐらいで、明日の最高気温が29度、30度いくじゃん、30度近く、やば。そして日曜日がまた19度ということでね、なんともクレイジーな、すごい。明日30度で、はい、明後日19度、最高気温が、はい、って書いてありますね。意味わかんないけど、はい、防災とによります。すごいね、それは、はい、なのでね、これね、今年に限らずなんですけど、試験会場で子供がその待ってる間すごい寒そうでかわいそうでしたとか、逆に、うん、もう汗が止まらないぐらい暑かったとか、うん、そういったことはあるので、天気予報を見るだけじゃ対応しきれないところもあると思うんですけど、ある程度ね、体温調節できるような服装をどうにか調整持っていけると用意しておくといいかなという話、うん、そう、これね、大人もだから ね大人もなんだけど、会場待つところは例えば教室だったりとか、講堂だったり体育館だったりとか、時期によってはめちゃめちゃ寒かったりとか、お母さんとかすごいかわいそうな時ありますもんね、うんうん、とかね、暑い時はもう、うん、男の人とかはやっぱスーツで行くから辛いんですよ、ね、まあでもね、はい、上を脱ぐか脱がないかっていう問題が ね、これがね、周りをね見て何人か脱いでたらね脱ぐ、うんうんうん、見なかったらもう脱げん、耐えるしかないですよね。脱ぎにくい、だってもう一人だけ真っ白になるからね、うん、だからここのあたりがね、難しいとこだからね。だから僕はね、基本的にはね、薄着がね安全だって、コートは着れるから、うんうん、11月の話だけどね、11月の1、ね、2、3とかになってくると、うんうん、もう正直このあたりだと結構寒いんだけど、ね、だから本当に過去数年、いや、ちょっと前の年かな、うん、某学校で試験時間がものすごい伸びちゃって、あったね、待ち時間とかすっごく長かったところありましたよね。あったね、うん、で、空調の日が、てか冷房がない、暖房がない部屋で子供たちが待たされてありましたけど、うん、あれ本当風邪ひいちゃいますもんね。めちゃくちゃ寒かったってね、聞いたけど、そう。ただまあ今年この時期の気温だからね、そう、ちょっと裏切ってくる可能性ありますけどね。だからね、いろいろね、調整できる服装で行って、現地に着いてどんだけの気温か、うんうんうん、っていうのは感じた方がいいかなと思う、うん、だから、まあ、僕はおすすめは基本半袖というか薄着の方が子供動くから、そうですね、うん、で、うん、例えば明日とかだったらもう暑いに決まってるから、うん、そうですね、うん、だからもう基本薄着で、明後日みたいな日は薄着で一応羽織れるものを持っていくとかね、保険をかけておくっていうかね、うん、あとは子供によるめちゃめちゃ暑がりな子とかはもう何も考えずに薄着でいいと思う。そうですね。そうだからね、大人も本当気をつけないと。そうだからね、もうすでに埼玉県、神奈川県の試験ね、やってる方々からしたら何を今更と思われる方もいるかもしれないんですけど、毎年でもやっぱり親御さんが帰ってきてから言います。寒かったんですよとか、もううちの子本当はもう汗だくだったんですよとかね、みんな言いますよね。うん、もうね。そう。体温調節はね、結構もしかしたら要になってくるかもしれないなって。で、子供に合わせてね、うん、すごい暑がりな子かすごい寒がりな子かとか、そうそうそう、そういうのも考えながら、まあでもね、そうね、暑いと頭働かなくなるから、特に明日とかね、ちょっと薄着ぐらいのがねいいですよね、うん、だからね、で、暑くなるから直前でね、喉乾いたっていっぱい飲ませると今度トイレ問題の心配とかも出てくるから、行くときにね、難しいですよね。だからもう行くときはとりあえず行けるトイレは行っといた方がいいっていうね。そうそうそう。もうこの YouTube でもすごいぐらい言ってますけど、起きたらトイレ、家出る前トイレ、駅着いたらトイレっていうね。子供が行きたくないって言ってもとりあえず行っといてって。うん。うん、だそこでだからだだこねるようなことはしないでほしいっていうね。さっき、だって出ないもん。でも、行っときなさい。でもね、教室なんかで帰る前にお母さんがトイレ行きなさいって、うん、出ないから行かないって言って、でもと車で困るから行って、さっき行ったからでも行ってってやり取りがすごい見かけるときがたまにあるんだけど、うん、あれを例えば試験本番でされたらすんごいめんどくさいから、ですねうん、事前にちゃんと言っといて、うん、その、うん、あ、そうか、声かけも含めてね。事前にもうどこに行っても私がトイレ行けと言ったら行ってって、うん、
っていうふうに言っとかないと余計なやり取りを増やすから。そうね。そうだからまあそういうのも含めてだけど、まあ、当日のね、うんうんうん、あの生き方の中の一つ の, あの服装ね。そう本当に思った以上に結構しんどい話らしいですね。だから前はだから荷物を手先持っていくじゃん、うんうんうん、だからあの半袖と長袖といろいろとまとめて持ってった人は俺は知ってる。なるほどね。どういうふうな忍ばせていって、そうそうそう、で、うん、トイレでこっち着替えてこいっつって、うんうん、着替えさせてくるっていうのはやってるのをマジで一回見たことは、はい、ありかもしれませんね、うん、でも確かに すごいよね、暑いとことかかわいそうでしかないからね、うん、そうね。まあちょっと今年は特に寒暖差が異常なのでね、あの、うん、お父様もお母様もそして受験生も、なんだろう体調崩さないような、あのなんだろう方法作戦を考えてた方がいいかなと、うん、あと雨とかね降ると靴下が終わる可能性があるから、うん、そうね、予備のものとか用意しておいた方がいいかもしれないですね、うんうん、まあ、そんなのも含めてね、はい、ぜひぜひ参考にしてみてください、はい、明日は暑いみたいですよ。もうやだね、湿気がね、湿気を伴った暑さが僕本当に苦手で、早く冬に、もう冬か、そう、あのなんか冬らしくないんですよね、なんか不思議な感じ、梅雨みたいなね感じですね。そうね、雨もよく降ってるし、ね、皆さん頑張りましょうねはい、ということで今日はこんなテーマにしてみました。さあお知らせです。面接特訓コース、明日も、ね、いらっしゃる方いらっしゃいますよ ね何組か、はい、最後の調整でぜひぜひご活用ください。なんでしょうね、面接特訓来て子どもの、表情が変わりましたとかね、意識が変わりましたってお話もよく聞きます、うんうん、なぜかというと新生先生が、その子に応じた声かけのなんだろう、ツボを心得てるっていうかね、うん、ビシッという子にはビシッと言うし、言ってもしょうがない子にはまた別のうまい言い方でね、乗せていくという方法もあるので、そのあたりのその技がね、面接以外のところでも効いてくる。そうだね、うん、表情を見ながら僕は言い方を変えたりしてるし、うんうんうん、その子の心をちょっと読み取ってどう思ってるのかって思いながらね、うん、そうですね、声かけするんで、はい、そのあたりも含めてね、いろいろといい副産物もあると思うので、ぜひご活用ください。直前でもお申し込みできますからね。はい、西荻願書クリニック、願書制作のお手伝いしますよというね、今年から始めた壁打ちサービスも大好評受付中でございます。二次募集とかね、後期日程、B 日程などに向けてのね、準備などもし必要でしたらお声掛けください。あとは、あれだね、編入とか。あ、そうですね、編入も。編入の願書、面接と願書も全部やる。うん、できますから、ね、できますので。はい、ぜひぜひ。はい、活用ください。なかなかないみたいね、編入を専門でやりますってところはね。こちらもね、もしお知り合いの方とかでね、編入で困ってる方とかいたらご紹介ください。いろいろと相談乗れるかなと思いますよ。はい、体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、電話番号03-3390-0750番、メールアドレスはご覧の通りです。こちら西荻フレンドリースクールでは引き続きいろいろなテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。よろしければチャンネル登録、高評価もぜひぜひお願いいたします。お願いいたします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。